どうも、溶接で見るドッカンバトルの溶接工です。すみません。いつもありがとうございます。オーツボンバー徳島のパンブリです。本日もドッカンバトルやっていくんですけども、溶接でドッカンバトルは見れないですね。そんな話置いといてですね、じゃあ今回の動画なんですけども、ただいま、劇場版連動キャンペーン中でございまして、6月17日から後半戦が、来るということで、そのキャンペーン後半にてですね、じゃあワンチャンこの龍拳悟空 LR 超型スーパーサイヤ人3孫悟空の極限 Z 覚醒来るんじゃねえかなって思ってるんですよ。あくまでも予測なんですけども、ラジオ感覚で聞いて。いや、来るんじゃないかなというか、来てほしいんですよ、もう、ほんまに。これ、懐かしいでしょ？使ってるっすか、皆さん。使ってないでしょ。ね。これ、静かな闘技、孫悟空ね。俺、これ、初めて出たとき、めちゃめちゃ嬉しかったけどね。俺、3億ダウンロードキャンペーンのチケットで出たんかな。あれ、忘れたな。夏のキャンペーンのチケットで出たんかな。とにかく、ガシャチケットで出たんですよ。初めて。ほんで、これ実装が2017年の青龍祭なんですよね。2017年の12月の青龍祭。今もやってないかな。当時、ミラクルグッチさんがガシャ動画出してたんですよ。ドッカンバトルの。これめっちゃ見てたな。で、そのミラクルグッチさん、これ母体出すのに何十万課金してやっと出て。ほんで、突らせるんに70万課金して、その、突のこのキャラも出ず。で、引退なされたのかな、それで。このミラクルグッチさん、引退騒動の静かな闘技孫悟空。まだ2017年、のガシャっつったらもう SSR 確定とかなかったですし、この LR なんてシークレットで、実装されてましたからね。今も、やれ、ドッカンバトル公式ツイッターさんとか、いろんな YouTube とかで、こんな LR 出ます、こんな LR 出ますって表沙汰になってますけど、昔なんて、もうシークレットでしかね、もう静かに、もう静かな闘技ですよ。もうそれこそ。静かな闘技ばりに、もう本当にもう何も、伝えられず、LR 入ってますよ、ぐらいしか。なかったのかな、確か。その時僕ね、別に動画配信もしてませんでしたし、ツイッターも触ってなかったんですよ。だから何の LR 入ってんのか分かんなかったんで、YouTube の動画で、ちょっと、見させていただいて、こんなドッカンバトルカード出んねや、と思って。ね、青龍祭。俺その時、何十年、なんか3、40年回したのかな。まあ、出ず。闇でしたね。いや、ほんと闇でしたよ。今で3凸かな、私。もうパッシブスキルなんてさ、ターン開始時自身のディフェンス 120% までは、まあ、よしとしましょうよと。ね。で、超技打つと、アタック伸びてディフェンス下げるんですよ。なんでこういうことしたのって話でしょ。で、別に必殺技効果、マレ気絶しかないし。超必殺あるのかな。ディフェンス大幅低下だけですし。いや、これぜひね、極限来ていただかないと、もう使え、俺なんでスキル玉回心つけてんだろう。俺どこで使ったんっけな、忘れたな。もうディフェンス下がるから、もう全然もうレッドゾーンとか高難易度イベント使えないし。あと1体出たら2次なんですけどね。いや、これも、古いキャラですよ。で、その2017年ね。2017年を振り返りましょうと。ここいらが極限したじゃん。ゴールデンフリーザー天使ね。復活戦士。で、これが6周年に極限 Z 覚醒実装されたのね。孫悟空身勝手の極域だし。これなんて2017年時だってほら、これ。この状態で、ドッカン覚醒なかったですからね。2017年10月かな。これがドッカンフェス実装されてるのを僕インストールして、今に至るんですけど。これドッカン覚醒半年ぶち掘られてましたからね。で、やっとドッカン覚醒来るわ、言うて、嬉しかったですけどね、これ。ずっとこの状態で僕使ってましたよ。ドッカンバトル初心者の時にはね。今も初心者かどうかわかんないですけどね。いや、これも懐かしいな。これ、リセマラせず単発引いたら、なんか出たんで。
そのままにしてるわ。うん。で、これがほら、2017年、これゴールデンフリーザ天使って2017年から。だからバーダック3のドッカンフェスの時にボロボロ出たっていう。うん。なんか前の動画にも言ったな、それ。うん。まあまあ、これ2017年で。あと2017年に実装されたキャラ、これですね。ね。もうええやろ。もう極限元気で、ちょっと龍拳悟空とちょっとかけ離れたキャラたちでちょっと話それて申し訳ないんだけど、うん、無限の鍵スーパーベジット、これの極限来いって、マジで初めての課金キャラ実装当時なんでめちゃめちゃ嬉しかったですけどね。これかっこいいじゃんね。はい、あ、でこれあのダブルドッカーフェス、2017年ダブルドッカーフェス、私の初めてのダブルドッカーフェス、悟空ブラックスーパーサイヤ人ローゼで、スーパーサイジこと SS ベジット。うん。これなんか、久しぶりに使ってみた動画出してたかな、俺。うん。で、これ、極めつけこれね。調子スーパーサイジ3バーダック。ね。必殺技発動時アタックディフェンス 100% はええんやけど、もう敵の戦いっていうのはもうペラペラもペラペラやから。ああ。これもね、ちょっと改善してほしいね。極限 Z 覚醒という名の改善を、ぜひね、まあ、やっていただきたいかなって思ってる。さあ、うん、2017年のキャラたちをもっと輝かしていこうっていう。まあそんな感じっすわ。まあ映画連動キャンペーン6月17日後半戦けど、まあどんな、なんだろう。伝説氷食うんのかな。うん。伝説氷のキャラが、まだちょっとどんなキャラが来るかちょっとわかんないんだけど、まあせっかく映画連動キャンペーン、劇場版連動って言うんだからさ、これをね、これちょっともうキャラ絵めちゃくちゃかっこよくないですか。あのタピオンヒルデガーの有名シーンですよ。ねえ。うん。もう来いってマジで。いやほんまに。うん。ね、超技なんで、これ極限もし来たらね、究極のレッドゾーン VS ブロリー、連れていけるんではなかろうかと思ってるんですよ。うん。なんか、最近の、ごめんな、性能ってさ、レッドゾーン基準に、まあ、なりつつあるけど、うん。うん、だって今の、高難易度イベントキャラの一番位が高いって言うたらもうレッドゾーンですよね。レッドゾーンのスーパーイシンロンとブロリーですから、まあそれ基準でぜひ運営さん、この2017年のキャラたちの極限 Z 覚醒をねぜひやっていただきたいかなって思ってる。ただただそんな動画でございましたけども、いかがだったでしょうかというところで、皆さんはね、このキャラ曲に来てほしいなっていうやつあったら、コメント欲しいな。うん。な、会話していこう。うん。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が良ければ、チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いいたします。それでは皆さん、またね。うん。極限今回あったらごめんね。